持った？あれは持ってったよ。箱はのぞみ持ってったよ。箱。うん、それ。オッケー。それ、うん、オッケー。オッケー。何個持ってった？わかんない。5個ぐらい、いや、3個ぐらいかな。じゃあ3個でいいか。3個で足りる？いや、どっちにしろ、オケを取っ、オケというか、オケと踏み板取ってこないといけないから。一度持ってくの大変だし。うん。まあ、俺どっちにしろ、俺も一回戻ってくるから。こっちはね、アライグマらしき足跡があって、いっぱい。アライグマはいらないな。あと、イノシシもあったけど。あ、でも、ここだったら鉄砲で撃ってるの。そうそう、ここは撃てる。また降ってきちゃったね、結構。うん。しょうがないね。カメラがびしょびしょになっちゃう。やめよっていう予報だったんだけど予報は信じない方がいいよ。全然当たんない。鳥の巣が落ちてました。かわいい。よいしょよいしょ。はい、どうも。トレイルにもここ映ってたので、とりあえずここに1個。こことね、向こうの木の間を通ってるよ。どこ？そうだったよね。そうなんだよね。ここ通るのよ。トレイルかかってんのがここだからさ、できれば瞬間撮りたいからここかな。そうだね。ここは木の根っこだから難しそうだね。そうだね。硬くて無理かな。このコブの真横は去年かけてたからどっか掘れるはずで。コブの真横？私がいる位置あたりは。あ、それよりもうちょっと右の方。結構ね、仕掛けた真上通ってたよね。通ってた通ってた。あ、ここでそうだ。ダメだな、このスコップ安いからひしゃげちゃう。2個入ってない。見回りついでにワノコもかけに来ればいいんだ。うん、針金買って。てか家にあるか針金。針金は家にある。針金ぐらい。うん、イノシシが映ってるとテンション上がるんだ。いるってなるとね。こんだけかければ、こんだけかければさ、ねえ、あの、おう、なるほど。よし行け。よし行く。早く行け。よし行くじゃないんだよ、早く行け。片手だと思えば。今、ああ落ちた。そうだよ。とりあえず、去年この真ん中にかけたんだよね。真ん中とそこ。そう、こっちかかってる。真ん中はさすがにかかんなかった。真ん中難しいもんね。うん。多分ね、去年そこにもかけたんだよね、1個。かけた。うん。でも3、4個かけた。私多分こっちあんま通ってない感じ。ここまでな感じする、すごく通ってるよね、ここ多分。どう思う？知らねえよ。知らねえよ。自分の力を信じろよ。信じる。
一箇所、二箇所。あれの木、罠は？罠は。それ。これ。はい。で、ここに。はい。作ってあるのを一つ。ここ。で、そのまんま行くと。ここ。何でもよくわかんないんですよ。これだな。これ、ほら。はいはいはい。はいよ。それでくくってあるのがここ。はい。あ、六。で戻って。結構止めそうなの。犯人わかんなくなった。おじさん。あ、あった。これだ。これこれ。ここ。はいよ。1、2、3、4、5、6え、まだかかってんの？そう、このラインはもう通れないようにしたから落ちたいと。最初から見た方がいいな。なんでだよ、覚えたっけ。で、ここで、木はあそこ。はいよ。7個 ?7 個。あとは、これだね。箱穴で。はい、うん。こっちに、ここにあと同説2個しみくればいいんだね。いかがでしたでしょうか。一応ここは住金街の場所になりますので、鉄砲が使える場所になります。今日はこの鉄砲が使える場所に罠をたくさん仕掛けていきました。今期も怪我なく安全にやっていきたいと思います。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。